なんや、君もトレーナーか。まさきの家に行くのか？その前に勝負しよう。もうなんか脈絡がよくわからない。どういう？ってことで、この先にさ、多分まさきがおると思うんやけど、あ見つかった。お月見山から降りてきたばかりだが、まだまだ元気。おじさんめっちゃ体力あるやん。多分私の方が若いけど、絶対そんなに体力ない。山男の茂雄が勝負を仕掛けてきた。さあ、来いや。いわく。もうそれは全然大丈夫だ。不思議そうで全然いける。はい。よし、来い。葉っぱ買ったもうこれね、対霞用に私は草ポケモンを育ててきたから。草ポケモンは岩タイプにも効果抜群。いいねいいね。お、ニドリーナレベル18。頑張るなぁ。私体力ない代わりにね、ポケモンを使っていくから。ポケモンに頑張ってもらうから。くそ、洞窟の中でズバットに噛まれちまった。それはご愁傷様です。なんか落ちとる。ん？君と僕は戦う予感。あれ、私今そこ通ってこんか、通ってこんかったか。そんな狭いとこ通れんか。短パン小僧の勝行が勝負を仕掛けてきた。私そこにあるモンスターボールが取りたいんですけど。お、リグダ。リグダかわいい。リグダはね、進化しても見た目なんか数は変わるけど、顔とか見た目はそんな変わらんけど、かわいいまんま。ちょっとキリッとしたやつもおるけど、後ろとかに。はい、オッケー。お、ミュウがレベル11。お、スピードスター。いいね、いいね。負けそうな予感がしたよ。じゃあやめとけばよかったのに。私にお金をむしり取られるだけよ。で、これが取りたかったの、私。はい、いい傷薬ゲット。どうも。混乱してしまったらさっさとポケモンを取り替える。作戦もいいね。まあね、そういうのはそういうのでありよね。待って、まさきのところに行くまでにめっちゃ道のりが。岬に住んでるポケモンマニアの男に会いに行こうと思ってな。じゃあ会いに行けよ。こんなところで泊まってるなよ。山男の五郎が勝負を仕掛けてきた。だってみんなここにおるってことは、さっきしげるに一通りやられたってことやろうけんね。そのうさばらしを女の子でするんじゃないよ。はい、葉っぱ買った。山男は基本的に岩タイプかな。じゃあ君たちは全然もう不思議そう一匹でやっつけれるから大丈夫。さあ次は誰だ。ワンリキ、ワンリキいいか。どうしよう。あれかな、飛行タイプがいいんやったっけ。格闘、どうやった。その辺がちょっといまいち把握できてないけど、クリエイトポッポ出してみた。あ、そっか、毒食らってんのか、ポッポ。いけ、翼で撃つんだ。さあ、どうだ。あ、やっぱり効果抜群。よね、格闘タイプは確か飛行が効いたはず。頑張って、耐えて。耐えて、さあ、翼で撃て。よし、オッケー、オッケー。やっぱ効果抜群のやつでやりたいもんね。帽子ポッポレベルアップ、レベル18。ここも早くピジョンに進化していただきたいから。もうそろそろ進化するんじゃないかなと思うけど、進化せんかな。やられたな。しかもお金がっつり持っていく。あ、ほら来た来た来た。親ポッポの様子がいいね。ピジョンになるよ。ポッポはさ、3段階とも普通に可愛いよね。ポッポ、ピジョン、ピジョットどれも良かった気がする。どん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 頭のやつが伸びていくっていう。おめでとう、ポッポはピジョンに進化した。ピジョンからピジョットも、普通にレベルアップでやったっけ？よね？通信とかじゃないよね。ピジョンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ピジョン、鳥ポケモン。有り余る体力の持ち主で広い縄張りを飛び回り、遠くまで餌を探しに行く。かっこいいピジョン。ありがとうね、おじさん。マニアというだけに珍しいポケモンのこと知ってるらしい。なるほど。それは、
当然聞きに行かねばだね。私はピクニックガール、彼はキャンプボーイ。なんかな。あ、そっか、ピクニックガールとキャンプボーイ。ピクニックとキャンプに違うんか、何気に。ピクニックガールのミサが勝負を仕掛けてきた。お、トサキント。いいね、トサキントかわいい。でも私、進化系のさ、あれ進化系やったっけ違う。いや、進化系よね、アズマ王って。私、アズマ王好きじゃないんよね、なんか。なんか可愛くないことない。なんかちょっと不気味じゃない。トサキントめっちゃ可愛いのにね。残念な感じになってしまう。調子悪い。何？お肌？めっちゃなんか顔を押さえとるけど。私の彼も君くらい強いといいのに。弱いのね、彼氏。お、なんだ？そんなところから。はい、どうも。友達が可愛いポケモンいっぱい持ってるの。悔しいわ。じゃああなたも捕まえなよ。確かに、何やろ、現実にポケモンとかおったとしたら、多分私ジムリーダーとか、四天王とか目指さんと思うけん。ひたすら可愛いポケモンを育てたいな。なんなら戦闘もさせたくないぐらいや。普通にブリーダー的な感じで。あ、待って、草タイプ同士やな。炎タイプを出したいけど、炎タイプ連れて歩きよったっけ？トカゲ連れて歩きよった？うわ、なんだか燃えそう。見た目的に言えば。鶴の餅。いけーい。よし。勢いだけでご利用していきます。さあ、行くんだ、鶴の餅。謎の草はあれよね。謎の草、臭い花、ラフレシアってなって、その後、綺麗花があるのか。その辺はあれなんか、このゲームでは出てこんのか。だって綺麗花多分金銀とかよね。153匹しかおらんってことは、綺麗花までは進化しないと。多分太陽の石とかもないってことやろ。ポッポを繰り出そうとしてる。入れ替えます。ポッポってことはピカチュウで行こう。よしよし、久々に出す気がするピカチュウ。でもアナザシティのジム戦では、まあ、不思議そうとピカチュウに活躍してもらうと決めているから。どっちか片方でも全然いいんやけどね。はい、いけ、電気ショック。いいね、いいね、効果抜群。気分がいいわ。もうちょっとでレベル上がりそう。悔しくないもん。あれかな？私今持っとるピカチュウさ、メスなんやけど、ライチュウに進化しても、オスメスの違いはあるんかな？お月見山から来たの？じゃあ私ピッピ欲しい。ねえ、ちょうだい。私が欲しいわ、ピッピ。捕まえれんかったわ。逆にください。あ、もうこれついたんじゃない？なんや、君もトレーナーか。まさきの家に行くのか？その前に勝負しよう。もうなんか脈絡がよくわからない。どういう？くけど、釣り人の工作が勝負を仕掛けてきた。釣り人初めてじゃないこれ。めっちゃおじさんやん。おじさんっていうかおじいちゃんぐらいの感じかな。でもなんか今後ろ髪後ろでくくっとった。若いね髪型。待って、コイキング出てきたんやけど。なぜコイキング出した？使えんやろ。どうせ跳ねるとかしか覚えてないんやろ。レベル14やんね。結構成長させたのね。頑張って。お、ミュウがレベル12。クラブ、いや、そのままでいきます。さあ来い。はい、ここでまたしても葉っぱかった。いけー、いいぞいいぞ。もう水タイプ楽勝やね。嬉しい嬉しい。お、ピカチュウレベル16。やるなぁ。ありがとう。このポケモンはさ、このお金っていうのが多分トレーナーと戦わんかったら集まらんと思うけん、そこが大変よね。2回戦ったりとかできんけん。あなた視点に帰るときは下の歩道を歩くと早い。なるほど。ありがとう。教えてくれてありがとう。ん？コーチトレーナー？誰？この辺りってデートスポットなのよね。そんな中私、ここのコーチトレーナー。私強いよ。勝負してあげよっか。します。
女の人バージョン初めて放置しまくってやるんだから。放置しまくってやるって言われてもなんかねなんかおかしいけど、放置トレーナーのハリマヤが勝負を仕掛けてきた。ハリマヤ頑張ろう。あ、でも一匹だけなんやね。オッケーオッケー、とりあえず不思議そうでいきますか。葉っぱ買った。強いとか言いながら私の不思議そうの方がレベル高いし一発だからコーチトレーナーの威厳、プライドもクソもないな。放置されたのは私、そうよ。そしてお金もがっぽりもらっていきます。あー久々に楽しかった。これもらってくれる？お、アイナ、技マシン15、地球投げを手に入れた。やった、ありがとう。技マシン15の中身は地球投げ。技を出したポケモンのレベルと同じ数のダメージになるよ。あ、なるほど、ポケモンのレベルと同じダメージ。ってことは最高でも100までしかないってことか。なるほどね。そしてここがまさきの家ですか。来たよ来たよ。さあ、ここでしげるが怖がっていた謎がイーブイがなんか走ってった走ってった。おる？お、おったおったおった。あ、すごい、こういう感じなんやね。なるほど、確かにこれやったらちょっとシゲルが誤解してもおかしくない。こんにちは、僕ポケモンちゃうわい。わいはまさき、人呼んでポケモンマニアや。あ、なんやその目は。姉さん信用してへんな。ほんまやで、実験に失敗してポケモンとくっついてもうたんやな。助けてくれへん？助けます。この説明をシゲルにはしなかったの？わいが転送マシンに入るさかい、分離プログラムを頼むで。そうや、そこのパソコンや、間違えんと動かしてや。ほな、よろしく。了解です。そんな立ち上がれるなら自分でできそうな気がするけどね。はい、パソコンの画面に転送マシン取れてます。おっと、急がな、頼んだで。オッケーオッケー。これがね、初期のポケモンでは完璧に着ぐるみを着とるみたいな感じにしかなってなかったと思うんやけど。なるほどね、こういう感じなんや、リアルな絵になったら。リアルな絵っていうか、すごいね。お、分かれた。こっちはもう普通にニドラン押す？ん？あれはなんだ？ニドリーの？いやー、大きに大きに助かったわ。お、姉さんさすが、バッグにボックス機能ちゃんと入っとるやん。まさきってこんな爽やかな感じやったっけポケモン捕まえすぎてボックスいっぱいやったら大木戸博士に送ってあげたらええよ。あ、そうや、さっき助けてくれたお礼っちゅうのもなんやけど、これやるわ。アイナはまさきから船のチケットをもらった、ありがとう。今クチバの港にサントアンヌ号が来とんねや。あ、そっかそっかそっか、マチスはクチバシティか。お前なんか違うとこで言ったやなしマチスがどうのって。チケットもらったのもええんやけど、パーティーとか好きやないからな。2枚くらい入ってるから誰かと言って遊んでえな。ありがとう。今くっと一緒ね。え、でもお礼とはいえね、そんな豪華客船のチケットをくれるとかね。どうした？イーブイはびっくりした顔でマサキを見てる。あ、まあイーブイからしたらあれか、ポケモンが人間にみたいな。でも同一って分かっとんかな、ちゃんとさっきあっちはあっちでなんか、え、走ってったけど、あれ野生？あの、カイポケモンとかじゃないの？カイポケモンって言うんかな？なんか、飼っとるやつとかじゃないの？お、アイテム。アイナは虫寄せコロンを見つけた。よしよし。なんか、下の歩道を通っていったらいいって言ったの、多分こっちよね。あ、なるほど、なるほど。オッケー。居合切りはまだまだ手に入らないんだろうか。あっこのモンスターボールも私は取りたいんだけど、え、あそこにもあるな。これは、何？はい。何があった？ピカチュウは茂みの中から何かを見つけた。ズリの実ありがとう。なんかズリの実率高くない？待って、これどこから戻るんだ？なんかめっちゃピカチュウに先導してもらえるね。あ、ここからか。オッケーオッケー。で、ちょっと待ってね。あっ
あれ、あそこのもモンスターボールや。ちょ、待って、めっちゃ気になるんやけど。とりあえずこれ拾いたい。とりあえずこれを拾いたいです。拾おう、拾おう。はいはいはい。野生ポケモン全然出てこいんやん。はい。スペシャルガードを見つけた。やったね。どうも。ピカチュウはイーブイに入れる尻尾に触りたいみたい。マジか、そういう、ちゃんとなんか私が連れとるポケモンにも反応するんやね。びっくりしたー。ポッポ出てきた。捕まえてやろうじゃないか。あ、お、エクセレントをやったね。どやどや、捕まえれるか。あ、え、エクセレントなのに。ちょ、ポッポなんだからエクセレントでちゃんと捕まれよっていう。もっといいポケモンならあれなんやけどね。はい、オッケー、来たー。これ多分ポッポね、3連続のやつし。来い来い。これは来た、連続ゲット3。イエーイ。なんかこれね、同じポケモンを連続でいっぱい捕まえれよったら、なんか珍しいポケモンを捕まえれる確率が高くなるらしいよ。なんか珍しい、びっくりしたわ。コダック捕まえてない私、捕まえよう。あ、野生のコダックが飛び出してきた。よっしゃ、来い。コダックかわいい。コダックといえば霞のイメージよね。どやどやどや。あー、捕まえれない。この頭抱えとる感じがかわいいよね。はい。本人は頭痛で悩んどんかもしれんけど。さあ、どうだ。あー、めっちゃ出てくるやん。超粘る。これ逃げられそうな感じがする。どう、エクセレントいったよ。どやどやどや。おーし、やったー、やった、コダックを捕まえた。よし、いいぞいいぞ。そしてコダックのデータが新しくポケモン図鑑に。やっぱりいつも頭痛に悩まされとるって書いとったね。ごめん、飛ばしてしまったけど。めっちゃ普通に飛ばしてしまったけど。草むらから君の活躍を見てたよ。見てたんか、気づいてたんか。横をそっと通ってきたはずなのに。キャンプボーイにともひろが勝負を仕掛けてきた。あ、ごめん、なんか二つくぐりの女の子やと思った。男の子やったんやね、君。鬼スズメ、でもこの一体だけやね。いけるいける。さあ来い、鶴のムチ。ケニ、おお、効果今一つとか言いながら、あとちょっとでやっ、あ、そっか、あっち、そっか、草タイプやけん、こっち。やばいやばい。はい、あと一発でも仕留めてしまえ。どうしよう、効果抜群やん、あっちが。何も考えずに普通に出しとった。怖っ。やっぱりダメだ。やっぱり。まあ、見てたって言ったけんね。私が強いのも見とったってことやろう。挑んでくるなよ。足を渡るのが怖くてずっとここに隠れてたんだ。あ、なるほど。あっちで戦えるのを見よったんやね。そういうこと。じゃあ余計なぜ挑んできたよ。私が5人倒した後でロケット団の下っ端とも戦ってたのきっと見てたでしょ。ね、そこは挑んできちゃいけないところだったんじゃないの。何？どうしたの？ほいほい。体を伸ばしてリラックスしてる場合じゃないでしょ。じゃあちょっと回復しましょう。お願いします。ようこそポケモンセンターです。あなたのポケモン休ませてあげますか。お願いします。それではお預かりいたします。ここできっちり回復してからのカナダシティジムリーダーかすみに挑戦しましょう。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。ありがとう、上位さん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
つもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。クチバシティの、まあ客船船のチケットもらったけど、そんなすぐやったんかな、クチバシティって。次